後台駅は、茨城県中下大矢座宿東にある、東日本旅客鉄道水軍線の駅である。当駅に、設置の簡易自動券売機短式ホーム一面一線を有する地上駅。上、菅谷駅管理の無人駅で簡易自動券売機が設置されている。現在は、待合室内に、簡易型自動券売機が移設されている。 券売機設置当初は東京山手線内も発売したが、着駅での自動改札機でトラブルが多発した等の自由により、現在は購入できない。学校が近く利用者が多いため、快速列車が運転されていた時は停車していた。平日朝のみ駅員が配置されている。また、無人駅であるが、 遠隔動作のスピーカーが設置されており、列車が遅れる際などは乗客に対して連絡が流れる。列車の運行状況や現在地を知らせるための簡易電子掲示板が待合室に設置されている。駅前に駐輪場、乗客送迎用駐車場、公衆トイレが整備されている。駅周辺には住宅地が広がっているほか、複数の教育機関が立地している。 周辺の地名は中市五代であるが、施設名の表記では五代と五代が混在している。最寄り停留所は五代駅入り口。2020年まで運行されていた中市のコミュニティバスで、あるひまわりバスが、朝は五代駅前から高等学校、短大方面に、夕方は高等学校、短大から後台駅に向けて一本ずつ運行されていた。ありがとうございます。